ティム・ヘンマン、ティモシー・ヘンリー、ティム・ヘンマン、テモ・ヘンリー・ティム・ヘンマン、1974年9月6日台、は、イギリス・オックスフォード出身の男子プロテニス選手。シングルス自己最高ランキングは4位。ATP ツアーで、シングルス11勝、ダブルス4勝を挙げた。身長185センチメートル、体重77キログラム、右利き。 1998年には、イギリス出身男子シングルスの選手として1973年のロジャー・テイラー以来となる、地元開催のウィンブルドン選手権準決勝進出を果たす、と、1990年代後半から2000年代前半のイギリスナンバー1プレイヤー。4大大会は、優勝には届かなかったが、ベスト4が6回、うちウィンブルドンに4回と活躍。 2003年 BNP パリはマスターズ優勝。他3度の ATP マスターズシリーズ準優勝がある。テニスマスターズカップに3度出場がある。イギリスにとってオープン開港アンディ・マリーが登場するまで地元選手によるウィンブルドン選手権優勝を最も期待された名選手である。ティム・ヘンマンは両親の手ほどきにより2歳半からテニスを始めた。 彼の家族は、イギリス国内でも、名門のテニス一家として知られ、祖父のヘンリー・ビリントン。ヘンリー・ビリントンは、ウィンブルドン選手権で1948年、1950年、1951年の3度3回戦、進出、1939年全仏選手権、ベスト8の経歴を持つ、テニス選手であり、キー・ババも1901年のウィンブルドン選手権に、出場たことがある。 1993年にプロ入り。1994年から男子テニス国別対抗戦デビスカップイギリス代表選手となり、ウィンブルドン選手権にもデビューを果たす。1994年4月に初来日し、ジャパンオープンテニス選手権3回戦でピートサンプラスに挑戦した。この年のウィンブルドン選手権の1回戦で、 さきの全仏オープンで優勝したばかりのエフゲニー・カフェルニコフと対戦し、地元の声援の中でカフェルニコフを7から6、6から3、6から7、4から6、7から5で破った。その勢いに乗って初めての準々決勝に進んだが、トット・マーティンに6から7、6から7、4から6で破れた。アトランタ・コリンでもイギリス代表選手として、 ニール・ブロードと組んだ男子ダブルスの銀メダルを獲得し、全米オープンでも、ステファン・エドベリとの4回戦まで進出した。1997年ウィンブルドン選手権で、ヘンマンは4回戦で前年優勝者のリカルト・クらい、チェックを破って2年連続2度目のベスト8に入ったが、準々決勝で1991年の優勝者、ミハエル・シキヒに負けした。この年は、ATP ツアー大会でも、 シングルスで4度決勝に進み、ツアー年間2勝を挙げた。その後、彼は、ウィンブルドンで4度の準決勝進出があったが、1998年と1999年は2年連続で、ピートサンプラス、2001年は、ゴランイワニスビッチ、2002年は、レートンヒュイットに敗れ、いずれも、決勝進出はならなかった。2004年、ヘンマンは30歳にして、 初めて全仏オープンと全米オープンの準決勝に進出した。全仏準決勝ではギレルモコリアに6の3、4から6、0から6、5から7で、全米準決勝では世界ランク1位のロジャー・フェデラーに3から6、4から6、4から6で敗れたが、両大会ではサーブボレーのみに頼らないオールマイティな力を示し、どんなサーフェスでも活躍できる実力を備えていることを、 証明した。ウィンブルドン選手権では、準々決勝で、マリオ・アンチッチに敗れている。しかし、2005年以降は、ウィンブルドンでの成績も下降する。それまで彼は9年連続で4回戦以上に、進出していたが、2005年ウィンブルドン選手権は2回戦で、ドミトリー・トゥルスノフに敗退して死う。2006年には、2回戦で、フェデラーと顔を合わせた。 2006年のジャパンオープンテニス選手権で、ヘンマンは2年半ぶりに、男子ツアー大会の決勝に進んだが、フェデラーに3から6、3から6で完敗して、準優勝に終わり、これが彼の最後の男子ツアー大会決勝戦になった。2007年8月23日、ヘンマンは、デビスカップ2007ワールドグループ、プレイオフの対クロアチア戦を最後に、 現役引退することを表明した。現役最後の年、ウィンブルドン選手権は2回戦で、フェリシアーノ・ロペスに敗れ、全米オープン2回戦で、上位コールウィルフリード・ツオンガニ6から7、6から2、5から7、4から6で敗れた試合が、ヘンマンの4大,大大会最後の試合になった。現役最後の舞台に選んだ、デビスカップのクロアチア戦で、ヘンマンはシングルス第2試合と、 ジェイミー・マリーと組んだダブルス戦の2試合に勝利を収め、デビスカップイギリス代表は2008年度のワールドグループ復帰を決めた。パトリック・ラフターと共に1990年代後半を代表するネットプレイヤー。ボレーの技術は天才的である上、サーブやストロークも決して悪くなく、レベルの高い名プレイヤーであった。キャリア後半の2000年代には、 サーブスピードを落とし正確性を高める一方、ストローク力を高めて、ストローカ全制の時代にも適合、ウィンブルドン以外の4大大会でも好成績を残している。地元、イギリスでは、フレッド・ペリーが1936年ウィンブルドン選手権で優勝して、以来のイギリス人男子シングルス優勝者を待ち望んでおり、そのため、 ヘンマニアと呼ばれる過激な地元ファンが通し、ウィンブルドンの一番コート近くの大型モニター前は、彼の試合会場に入れなかったヘンマニアたちが詰めかけて応援することから、ヘンマンヒルと呼ばれるようになるなど、ウィンブルドンでのヘンマンの活躍は、イギリスのテニス界に大きなブームを生んだ。その後イギリスの期待は、アンディ・マリーに引き継がれ、バレーは、見事悲願のウィンブルドン優勝を成し遂げた。 近年はヘンマンヒルをマレーマウントと呼ぶものが増えたことを受け、ヘンマンがヘンマンヒルの名称は譲れないと主張するジョーク CM が放映されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。